ハガニアは、米国準州グアムの首都。グアム島西岸に位置する。準州では2番目に小さな村で、人口は1051人ヒガートニア。ハガニアはスペイン植民時代以前からグアムでも、有数の町であった。1668年に、最初のスペイン選挙団パードレスサンビトリズが訪れた。州長のケプハの家族は、 グアム最初の教会の建設のためにパードレ・サン・ビトリズに土地を提供した。スペインの統治下では、グアムとマリアナ諸島の先住民族はハガニアへの移住を強制された。スペイン統治時代の建物の移行は、スペイン広場の広塚さ教区の大聖堂の傍らに残っている。また、スペイン到来以前の時代のラッテストーンは、ラッテ公園にある。 1898年の米西戦争時にグアムはスペインからアメリカ合衆国に割上され、アガナはアメリカ海軍行政下に置かれた。1940年までに町の人口は1万人にまで増加し、島の人口の約半数が住んでいた。第二次世界大戦では日本軍が占領。アカシシと改名して4年半の間、統治した。 その後アメリカ海軍が奪回したが、米艦隊からの艦砲射撃により外は著しく破壊された。戦前の居住者の多くはグアム島の他の地域に移住した。アメリカ海軍のグアム再建計画の一環として、直線的な通りからなる新外区が旧市街の上に建設され、現在の都市の発展の契機となった。ハガニアにはグアムの政府が置かれ、 歴史的地区は多くの観光客を引きつけている。1998年に首都の名前をアガナからよりチャモロゴに近いハガニアに変更した。グアムの旗に描かれているアガナ湾アメリカ合衆国統計局によると街の面積は 3K 平方メートル。北にアガナ湾、南にウェットランズ、アガナハイツ、村の中心部には高層のオフィスビルがある。 この都市の最寄りの空港は、タムニンのアントニオ B1、パッド国際空港である。2000年の国勢調査で、人口は、約1100人。中心部には、ショッピングモールやレストラン、オフィスなどが林立している。また、日本国の、在派が2や総領時間がある。シティポピレーション、で、グアム、ミューニシパリティーズ、ハットセンサスビューローニュース。 ありがとうございます。